直哉、高橋、チャネル。Who is 直哉、高橋。プロファイル。Hey to all the viewers, I would like to introduce myself now. My name is 直哉、高橋。The date of birth is January 4 days.1,866 years. Kind of person with a disability is congenital hearing impairment. Hometown Japan. Birthplace Japan. Academic background. An ordinary life from baby to high school. After graduation to adults.三井エレクトリックカンパニーリミテッド。I worked as a technical office for 10 years. From work to freedom, I left my job at around 30 years old. After I quit my job, I started to look for myself and challenge myself. However, the result is not good enough now.I started at age 32 as a freelancer and YouTuber in earnest. However, I am still struggling with the income side even now, but I am working for my own goal and mission. Hobby: One person travel. Aikido.ストックトレーディング、ゲームズ、アニメ、ムービズ、レリジョン、リレイティッドトゥミステリー、メイキングビデオス、メイキングウェブサイテス、メイキングソフトウェア、サッチ、AS ツール、プログラムス。今、ハマってること、人が買ってくるのために、全ツートや全レイ探しハマってます。全レイとは何かを考え、その全レイツースートや全レイは使ってないのかを、いろいろこんなものとかこんなものとかこんなものとかいろいろ確認してます。宗教的な話になりますが、非結的非科学的なことをするというのは自身を理解し、それを他の人に伝えるために動画を発信しています。動画のテーマは知識とつむれの歌って、もとついて、オリジナル動画を作り続けています。なぜ、その動画を作る必要があったのか。というと、これは私の夢を語る必要があります。夢話。私の最初の夢は、世界中の人々に幸福を与えるということです。そのためにはどうすればいいのか、半数さの時に考えました。その考え方を少しずつ重ね、最初さ世界の人々に罪を与えるという夢を抱えるようになりました。私がこの夢を抱えるようになったのは、
時ある有名な男だった。男からきっと男とは何かを先生を教えてくださいました。ある有名な男とは、東京座標のフローって言われた、元フローってことに強くて毒があって全部をありました。男から日本人が作ってから、私もアートを閉じて歌うな動画が作らずに、ツースーツーとツンネーという動画を抱えてきました。最終的には私は世界の人々にツンネーを伝えるということというツンネーを全うします。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for viewing. Register your channel if you do not care.